国道38号線から俯瞰した住友地区の旧大工住宅群赤平市は北海道中部に位置し空地総合振興局に属する市空地川流域に位置する市であるかつて石炭産業でえ最盛期には59,430人の人口を要していたがその衰退により現在の人口は激減地域経済の立て直しに取り組みずり山 縦港などの炭鉱産業遺産を活かした観光に力を入れている。その他にも、キャンプ場、温泉なども所在する。白蛇、雪女、アイヌ女子などの説は、民話がある。アイヌ語に由来するが諸説ある。フレピラ、赤い、岩、の意訳という説、ワカピラ、水、崖、虹を当てたという説が有力であるほか、アカピラ、山両の崖に由来する説がある。 赤平市中心部周辺の空中写真。2009年9月27日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。山地河川2019年10月に人口が1万人を割り込んだ。人口が1万人を割り込んだ市は、歌市内市、三笠市、夕張市に次いで4例目となる。 消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。住友石炭工業、赤平高立高市町市役所が、中心地に設置され、文字利市所、平木連絡所がある。市議会海外農業観光業物流新聞社、中継局赤平駅路線バスタクシー。 会社国道道同士指定文化財解廃雨2006年4月に実施された赤べらシインターネット購買で市税対応で差し押さえられた国鉄 D51 形状機機関車の成功模型が800万円で売れた。ありがとうございます。